夏目漱石「我が輩は猫である」蜂「柿巡りという運動を説明した時に主人の庭を結い巡らしてある竹垣のことをちょっと述べたつもりであるがこの竹垣の外がすぐ林家すなわち南隣のジロちゃんとこと思っては誤解である」 家賃は安いがそこはくしゃみ先生であるよっちゃんやじろちゃんなどと合するいわゆるちゃん好きの連中と薄っぺらな柿一重を隔ててお隣同士の親密なる交際は結んでおらぬこの柿の外は五六軒の空き地であってその作るところにヒノキがこんもりと五六本並んでいる縁側から拝見すると向こうは茂った森で ここに住む先生は野中の一軒家に無名の猫を共にして実月を送る孝庫の書士であるかのごとき感があるただしヒノキの枝は不意調するごとく密生しておらんのでその間から「軍拡勘」という名前だけ立派な安下宿の安屋根が遠慮なく見えるから四角先生を想像するのにはよほど骨の折れるのは無論である。 ししかしこの下宿が軍拡管なら先生の日は確かに蛾稜窟くらいな価値はある名前に税はかからんからお互いに偉そうなやつを買って次第につけることとしてこの幅五六軒の空き地が竹垣を想定て東西に走ること約十軒それからたちまち鍵の手に屈曲して蛾稜窟の北面を取り囲んでいるこの北面が騒動の種である 本来なら空き地を行き尽くしてまた空き地とか何とか威張ってもいいくらいに家の二川を包んでいるのだが画廟靴の主人は無論靴内の霊廟たる我が輩すらこの空き地には手こずっている南側にヒノキが幅を利かしているごとく北側には霧の木が78本行列しているもう周囲1尺くらいに伸びているから 下駄屋さえ連れてくればいいねになるんだが借家の悲しさにはいくら気がついても実行はできん主人に対しても気の毒である先だって学校の小遣いが来て枝を一本切っていったがその次に来た時は新しい霧のまな板下駄を履いてこの間の枝でこしらえましたと危機も線路に吹い蝶していたずるいやつだ霧はあるが 吾が輩及び主人家族にとっては一文にもならない霧である。玉を抱いて罪ありという古語があるそうだが、これは霧を生やして税になしと言っても叱るべきもので、いわゆる宝の持ち腐れである。愚なるものは主人にあらず、吾が輩にあらず、家主の伝兵衛である。 いないかな、いないかな、下駄屋はいないかなと、霧の方で催促しているのに、知らん顔して家賃ばかり取り立てに来る。我が輩は別に伝兵衛に恨みもないから、彼の悪行をこのくらいにして、本題に戻って、この空き地が騒動の種であるという診断を紹介つかまつるが、決して主人に言ってはいけない、これ義理のお話である。そもそもこの空き地に関して、第一の不都合なることは、 垣根のないことである吹き払い吹き通し抜け裏通行御免天下晴れての空き地であるあるというと嘘をつくようでよろしくない実を言うとあったのであるしかし話は過去へ遡らんと原因がわからない原因がわからないと医者でも処方に迷惑するだからここへ引っ越してきた当時からゆっくりと話し始める 吹き通しも夏は生成して心持ちがいいものだ。舞踊人だって金のないところに盗難のあるはずはない。だから主人のうちにあらゆる塀、柿、内紙は乱食い、酒もぎの類は全く不要である。しかしながら、これは空き地の向こうに住まいする人間、もしくは動物の種類、遺憾によって決せられる問題であろうと思う。したがって、 この問題を決するためには、勢い向こう側に陣取っている君子の性質を明らかにせんければならん。人間だか動物だかわからない先に君子と称するのははなはだ尊敬のようではあるが大抵君子で間違いはない「領状の君子」などといって泥棒さえ君子という世の中であるただしこの場合における君子は 決して警察の厄介になるようなななではない警察の厄介にならない代わりに数でこなしたものと見えてたくさんいるうじゃうじゃいる「落雲館」と称する私立の中学校800の君子を嫌が上に君子に養成するために毎月2円の月謝を徴収する学校である。 名前が楽雲館だから風流な君子ばかりかと思うとそれがそもそもの間違いになるその信用すべからざることは軍拡官に鶴の折りざるごとく画漁窟に猫がいるようなものである学士とか教師とか合する者に主人くしゃみくんのごとき気違いのあることを知った以上は楽雲館の君子が風流館ばかりでないということがわかるわけだ それがわからんと主張するなら、まず三日ばかり「主人の家へ泊まりに来てみるがいい。全申すごとくここへ引っ越しの当時は例の空き地に柿がないので落雲館の君子は車屋の猫のごとくのそのそと霧畑に入り込んできて話をする弁当を食う笹の上に寝転ぶいろいろなことをやったものだ」。 それからは弁当の死骸すなわち竹の皮古新聞あるいは古草履古げた、古という名の付くものを大概ここへ捨てたようだ無頓着なる主人は存外平気に構えて別段講義も申し込まずに打ち過ぎたのは知らなかったのか知ってもとがめんつもりであったのかわからないところが彼ら諸君氏は 学校で教育を送るに従ってだんだん君子らしくなったものと見えて次第に北側から南側の方面へ向けて山色を企ててきた「山色という言葉が君子に不似合いならやめてもよろしいただし他に言葉がないのである彼らは水槽を覆うて京を変ずる砂漠の住民のごとく霧の木を去ってヒノキの方に進んできた の,木のあるところは座敷の正面であるよほど大胆なる君子でなければこれほどの行動は取れんはずである一両日の後彼らの大胆はさらに一層の大を加えて大大胆となった教育の結果ほど恐ろしいものはない彼らは単に座敷の正面に迫るのみならずこの正面において歌を歌い出した 何という歌かは忘れてしまったが決して味噌一文字の類ではないもっと活発でもっと俗事に入りやすい歌であった驚いたのは主人ばかりではない我が輩までも彼ら君子の再現に淡服して覚えず耳を傾けたくらいであるしかし読者もご案内であろうが淡服ということと邪魔ということは時として両立する場合がある この両者がこの際図らずも合していつとなったのは今から考えてみても返す返す残念である主人も残念であったろうがやむを得ず書斎から飛び出していって「ここは君らの入るところではない出たまえ」と言って23度追い出したようだところが教育のある君子のことだからこんなことでおとなしく聞くわけがない追い出されればすぐ入る。 入れば活発なるる歌歌ををう高声に談話をするしかも君子の談話だから一風違って「おめえだの知らねえの」というそんな言葉はご一新前は織助と雲助と三助の専門的知識に属していたそうだが20世紀になってから教育ある君子の学ぶ唯一の言語であるそうだ。 一般から軽蔑せられたる運動が核のごとく今日歓迎せられるようになったのと同一の現象だと説明した人がある。主人はまた書斎から飛び出してこの君子流の言葉に最も官能なる一人をつらまえてなぜここへ入るかと質問したら君子はたちまち「おめえ知らねえ」の上品な言葉を忘れて「ここは学校の植物園かと思いました」と。 すこぶる下品な言葉で答えた主人は将来を戒めて話してやった話してやるのは亀の子のようでおかしいが実際彼は君子の袖を捉えて談判したのであるこのくらいやかましく言ったらもうよかろうと主人は思っていたそうだところが実際は女カ氏の時代から良きと違うもので主人はまた失敗した今度は 北側から邸内を横断して表門から抜ける表門をがらりと開けるからお客かと思うと霧畑の方で笑う声がする形勢はますます不穏である教育の効果はいよいよ顕著になってくる気の毒な主人はこいつは手に合わんとそれから書斎へ立てこもってうやうやしく一生楽雲館校長に立てまつって 少々お取り締まりをと哀願した校長も丁重なる編書を主人に送って「書きをするから待ってくれ」と言ったしばらくすると23人の職人が来て半日ばかりの間に主人の屋敷と落雲館の境に高さ三尺ばかりの四つ目書きが出来上がった「これでようよう安心だ」と主人は喜んだ「主人は愚仏である」 このくらいのことで君のの挙動の変化するわけがない。全体人にからかうのは面白いものである。我が輩のような猫ですら時々は当家の霊場にからかって遊ぶくらいだから落雲館の君子が気の利かないくしゃみ先生にからかうのは至極最もなところでこれに不平なのはおそらくからかわれる当人だけであろう。 かからかうという心理を解剖してみると2つの要素がある第1からかわれる当人が平気で済ましていてはならん第2からかう者が勢力において人数において相手より強くなくてはいかんこの間主人が動物園から帰ってきてしきりに感心して話したことがある聞いてみるとラクダと子犬の喧嘩を見たのだそうだ 子犬がラクダの周囲を疾風のごとく回転して吠え立てるとラクダは何の気もつかずに依然として背中へこぶをこしらえて突っ立ったままであるそうだいくら吠えても狂っても相手にせんのでしまいには犬も愛想つかしてやめる実にラクダは無神経だと笑っていたがそれがこの場合の適齢であるいくらからかう者が上手でも相手がラクダと来ては成立しない さらばと言って、獅子や虎のように戦法が強すぎてもものにならんからかいかけるやいなややつ咲きにされてしまうからかうと歯をむき出して怒る怒ることは怒るがこっちをどうすることもできないという安心のある時に愉快は非常に多いものであるなぜこんなことが面白いというとその理由はいろいろあるまず暇つぶしに適している 退屈な時には髭の数さえ勘定してみたくなるものだ昔獄に遠ぜられた囚人の一人は無料のあまり部屋の壁に三角形を重ねて描いてその日を暮らしたという話がある世の中に退屈ほど我慢のできにくいものはない何か活気を刺激する事件がないと生きているのがつらいものだからかうというのもつまりこの刺激を作って遊ぶ 一種の娯楽であるただし多少戦法を怒らせるかじらせるか弱らせるかしなくては刺激にならんから昔からからかうという娯楽にふけるものは人の気を知らない馬鹿大名のような退屈の多いものもしくは自分の慰み以外はカンガウルにいとまなきほど頭の発達が幼稚でしかも活気の使い道に窮する少年かに限っている。 次には、事故の優勢なことを実地に証明するものには最も簡便な方法である。人を殺したり、人を傷つけたり、または人を陥れたりしても、事故の優勢なことは証明できるわけであるが、これらはむしろ、殺したり、傷つけたり、陥れたりするのが目的の時によるべき手段で、事故の優勢なることは、この手段を遂行した後に、必然の結果として起こる、現象にすぎん。 だから一方には自分の勢力が示したくってしかもそんなに人に害を与えたくないという場合にはからかうのが一番お格好である多少人を傷つけなければ事故の偉いことは事実の上に証拠立てられない事実になって出てこないと頭の内で安心していても存外快楽の薄いものである人間は事故を頼むものであるいな 頼みがたい場合でも頼みたいものであるそれだから事故はこれだけ頼めるものだこれなら安心だということを人に対して実地に応用してみないと気が済まないしかも理屈のわからない俗物やあまり事故が頼みになりそうもなくて落ち着きのないものはあらゆる機会を利用してこの証券を握ろうとする 柔術師が時々人を投げてみたくなるのと同じことである柔術の怪しいものはどうか自分より弱いやつにただの一っでいいから出会ってみたい素人でも構わないから投げてみたいと至極危険な了見を抱いて町内を歩くのもこれがためであるその他にも理由はいろいろあるがあまり長くなるから略することにいたす。 聞きたければかつしの一人も持って習いに来るがいいいつでも教えてやる以上に説くところを参考にして推論してみると我輩の考えでは奥山の猿と学校の教師がからかうには一番手ごろである学校の教師を持って奥山の猿に比較してはもったいない猿に対してもったいないのではない教師に対してもったいないのである ししかかよく似ていいるから仕方がないご承知の通り奥山の猿は鎖でつながれているいくら歯をむき出してもキャッキャ騒いでも引きかかれる気遣いはない教師は鎖でつながれておらない代わりに月給で縛られているいくらからかったって大丈夫辞職して生徒をぶん殴ることはない 辞職をする勇気のあるようなものなら最初から教師などをして生徒のおもりは務めないはずである主人は教師である落雲館の教師ではないがやはり教師に相違ないからかうには至極適当で至極安直で至極無事な男である落雲館の生徒は少年であるからかうことは自己の鼻を高くするゆえんで 教育の効果として死闘に要求して叱るべき権利とまで心得ているのみならずからかいでもしなければ活気に満ちた誤体と頭脳をいかに使用して叱るべきか十分の休暇中持て余して困っている連中であるこれらの条件が備われば主人はおのずからからかわれ生徒はおのずからからかう 誰から言わしても業も無理のないところであるそれを怒る主人は野暮の極み間抜けの骨頂でしょうこれから楽雲館の生徒がいかに主人にからかったかこれに対して主人がいかに野暮を極めたかを逐一書いてご覧に入れる諸君は四つ目書きとはいかなるものであるかご承知であろう 風通しのいい勘弁な柿である我が輩などは目の間から自由自在に往来することができるこしらえたってこしらえなくたって同じことだしかし落雲館の校長は猫のために四つ目垣を作ったのではない自分が養成する君子がくぐられんためにわざわざ職人を入れて結いめぐらせたのである なるほどいくら風通しがよくできていても人間にはくぐれそうにないこの竹を持って組み合わせたる四寸角の穴を抜けることは秦国の記術し朝生尊その人といえども難しいだから人間に対しては十分柿の効能を尽くしているに相違ない主人がその出来上がったのを見てこれならよかろうと喜んだのも無理はないしかし 主人の論理には大いなるる。穴があるこの柿よりも大いなる穴がある鈍臭の右往も漏らすべき大穴がある彼は柿は濃ゆべきものにあらずとの過程から出立しているいやしくも学校の生徒たる以上はいかに粗末の柿でも柿という名がついて分解線の区域さえはっきりすれば決して乱入される気遣いはないと 仮定したのである次に彼はその仮定をしばらく打ち崩してよし乱入するものがあっても大丈夫と論断したのである四つ目垣きの穴をくぐりうることはいかなる小僧といえども到底できる気遣いはないから乱入の恐れは決してないと測定してしまったのであるなるほど彼らが猫でない限りはこの視覚の目を抜けてくることはしまい。 したくてもできまいが乗り越えること飛び越えることは何のこともないかえって運動になって面白いくらいである「柿のできた翌日から柿のできぬ前と同様に彼らは北側の空き地へポカリポカリと飛び込むただし座敷の正面までは深入りをしないもし追いかけられたら逃げるのに少々暇がいるから」。 あららかじめ逃げるるる。時間をを感情に入れれて、てえられる危険のないいところで遊浴をしている彼らが何をしているか東の離れにいる主人には無論目に入らない北側の空き地に彼らが有力している状態は木戸を開けて反対の方角から鍵の手に曲がってみるかまたは高架の窓から垣根越しに眺めるよりほかに仕方がない。 窓から眺める時はどこに何がいるか一目明瞭に見渡すことができるがよしや敵を幾たり見出したからといって捕らえるわけにはいかぬただ窓の格子の中から叱りつけるばかりであるもし木戸から迂回して敵地を突こうとすれば足音を聞きつけてポカリポカリとつらまる前に向こう側へ降りてしまう。 夫生が日向ぼっこしているところへ密漁船が向かったようなものだ主人は無論高架で張り板をしているわけではないと言って軌道を開いて音がしたらすぐ飛び出す用意もないもしそんなことをやる日には教師を辞職してその方専門にならなければ落ち着かない主人方の不利を言うと書斎からは敵の声だけ聞こえて姿が見えないのと 窓からは姿が見えるだけで手が出せないことであるこの不利を看破したる敵はこんな軍略を講じた主人が書斎に立てこもっていると探偵した時にはなるべく大きな声を出してわわ言うその中には主人を冷やかすようなことを聞こえよがしに述べるしかもその声の出どころを極めて不分妙にする ちょっと聞くと柿の内で騒いでいるのかあるいは向こう側で暴れているのか判定しにくいようにするもし主人が出かけてきたら逃げ出すかまたは初めから向こう側に行って知らん顔をするまた主人が甲賀へ我輩は最前からしきりに甲賀甲賀と汚い字を使用するのを別段の光栄とも思っておらん実は迷惑千番であるが この戦争を記述する上において必要であるからやむを得ないすなわち主人が校歌へまかり越したと見て取る時は必ず霧の木の付近を徘徊してわざと主人の目につくようにする主人がもし校歌から辺りに響く大音を上げて怒鳴りつければ敵は慌てる景色もなく悠然と根拠地へ引き上げるこの軍略を用いられると 主人は,は,なはだ婚客する。確かに入ってるなと思ってステッキを持って出かけると赤きとして誰もいないいないかと思って窓から覗くと必ず一人二人入っている主人は裏へ回ってみたり効果から覗いてみたり効果から覗いてみたり,みたり裏へ回ってみたり何度言っても同じことだが何度言っても同じことを繰り返している。 本命につかれるる。ととはこのこのである教師が職業であるか戦争が本務であるかちょっとわからないくらい逆上してきたこの逆上の頂点に達した時に下の事件が起こったのである事件は大概逆上から出るものだ逆上とは読んで字のごとく逆さに登るのである この点に関してはゲーレンもパラセルサスも急兵なる偏弱も異議を唱うる者は一人もないただどこへ逆さに登るかが問題であるまた何が逆さに登るかが議論のあるところである古来欧州人の伝説によると御人の体内には4種の液が循環しておったそうだ第一に土液 そいうやつがあるこれが逆さに上がると怒り出す第っに鈍液」と名づくるのがあるこれが逆さに上がると神経が鈍くなる次には「有液」これは人間を陰気にする最後が「血液」これは死子を盛んにするその後人文が進むに従って 鈍液、土液、乳液はいつの間にかなくなって、現根に至っては血液だけが昔のように循環しているという話だ。だから、もし逆上するものがあらば、血液よりほかにはあるまいと思われる。しかるに、この血液の分量は個人によってちゃんと決まっている。性分によって多少の増減はあるが まず大抵1人前につき5小5号の割合である。だによってこの5小5号が逆さに上ると上ったところだけは盛んに活動するがその他の局部は欠乏を感じて冷たくなる。ちょうど交番焼き打ちの当時巡査がことごとく警察署へ集まって町内には1人も亡くなったようなものだ。あれも医学上から診断をすると。 警察ののというものであるでこの逆情を癒すには血液を従前のごとく体内の各部へ平均に分配しなければならんそうするには逆さに登ったやつを下へ下ろさなくてはならんその方にはいろいろある今は個人となられたが主人の仙訓などは濡れ手ぬぐいを頭に当ててこたつに当たっておられたそうだ 図鑑即熱は延命即災の長と召喚論にも出ている通り濡れ手ぬぐいは長寿法において一紐ひも書くべからざるものであるそれでなければ坊主の寛容する手段を試みるがよい一所不自由の社門運水安揚の農村は必ず儒家石上を宿とすとある儒家石上とは難業苦行のためではない まったくのぼせを下げるためにロクソが米をつきながら考え出した秘宝である試みに石の上に座ってごらん尻が冷えるのは当たり前だろう尻が冷えるのぼせが下がるこれまた自然の順序にして業も疑いを差し挟むべき余地はないかようにいろいろな方法を用いてのぼせを下げる工夫はだいぶ発明されたが まだのぼせを引き起こす両方が暗出されないのは残念である一概に考えると「のぼせ」は損あって益なき現象であるがそうばかり即断してならん場合がある職業によると逆上はよほど大切なもので逆上せんと何にもできないことがあるそのうちで最も逆上を重んずるのは詩人である。 詩人に逆上が必要なることは、汽船に石炭がかくべからざるようなもので、この供給が一日でも途切れると、彼らは手をこまぬいて、飯を食うよりほかに何らの脳もない凡人になってしまう。もっとも逆上が、汽笛の異名で、汽笛にならないと家業が立ち行かんとあっては世間体が悪いから、彼らの仲間では、逆上を呼ぶに、逆上の名をもってしない。 もう幸せでてインスピレーションインスピレーションとさももったいそうに唱えているこれは彼らが世間を満着するために製造したのでその実はまさに逆情であるプレートは彼らの肩を持ってこの種の逆情を「神聖なる狂気」と合したがいくら神聖でも狂気では人が相手にしない。 やはりインスピレーションという新発明の売薬のような名を付けておく方が彼らのためによかろうと思うしかしかまぼこの種が山芋であるごとく観音の像が一寸八分の口着であるごとく鴨南蛮の材料がカラスであるごとく下宿屋の牛鍋が馬肉であるごとくインスピレーションも実は逆上である。 逆上ででああってみれば臨時のいである。巣鴨へ入院せずに済むのは単に臨時基地外であるからだところがこの臨時のチガイを製造することが困難なのである一生涯の狂人はかえってできやすいが筆を取って紙に向かう間だけチガイにするのはいかに高者な神様でもよほど骨が折れると見えてなかなかこしらえてみせない 神が作ってくれん以上は自力でこしらえなければならんそこで昔から今日まで逆上術もまた逆上取りのけ術と同じく大いに学者の頭脳を悩ましたある人はインスピレーションを得るために毎日渋柿を12個ずつ食ったこれは渋柿を食えば便秘をする便秘すれば逆上は必ず起こるという理論から来たものだ またある人は、缶どっくりを持って鉄砲風呂へ飛び込んだ。湯の中で酒を飲んだら逆上するに決まっていると考えたのである。その人の説によると、これで成功しなければ、ぶどう酒の湯を沸かして入れば、いっぺんで効能があると信じきっている。しかし、金がないので、ついに実行することができなくて死んでしまったのは気の毒である。最後に、 個人の真似をしたらインスピレーションが起こるだろうと思いついたものがあるこれはある人の態度動作を真似ると心的状態もその人に似てくるという学説を応用したのである酔っ払いのように管を巻いているといつの間にか酒飲みのような心持ちになる座禅をして線香一本の間我慢しているとどことなく坊主らしい気分になれるだから 昔からインスピレーションを受けた有名の大化の所作を真似れば必ず逆上するに相違ない聞くところによればユーゴーはヨットの上寝転んで文章の趣向を考えたそうだから船へ乗って青空を見つめていれば必ず逆上受け合いであるスチーブンソンは腹ばいに寝て小説を書いたそうだからうつ伏しになって筆を持てばきっと血が逆さに上ってくる かようにいろいろな人がいろいろなことを考え出したがまだ誰も成功しないまず今日のところでは人為的逆上は不可能のこととなっている残念だが致し方がない早晩随意にインスピレーションを起こしうる時期の到来するは疑いもないことで我が輩は人文のためにこの時期の一日も早く来たらんことを絶望するのである 逆上の説明はこのくらいで十分だろうと思うからこれよりいよいよ事件に取りかかるしかし全ての大事件の前には必ず小事件が起こるものだ大事件のみを述べて小事件を逸するのは古来から歴史家の常に陥る弊刀である主人の逆上も小事件に遭うたびに一層の激甚を加えてついに大事件を引き起こしたのであるからして 幾分かその発達を順序立てて述べないと主人がいかに逆上しているか分かりにくい分かりにくいと主人の逆上は空名に帰して世間からはよもやそれほどでもなかろうと見くびられるかもしれないせっかく逆上しても人からあっぱれな逆上とうわれなくては張り合いがないだろうこれから述べる事件は大小にかかわらず 主人にとって名誉ななものではない事件そのものが不名誉であるならばせめて逆上なりとも証明の逆上であって決して人に劣るものでないということを明らかにしておきたい主人は他に対して別にこれといって誇るに足る性質を有しておらん逆上でも自慢しなくては他に骨を折ってかきたててある種がない 管に群がる敵軍は近日に至って一種のダムダム弾を発明して10分の休暇もしくは放課後に至って盛んに北側の空き地に向かって放火を浴びせかけるこのダムダム弾は通称をボールと唱えてすりこぎの大きなやつを持って任意これを敵中に発射する仕掛けであるいくらダムダムだって 艦の運動場から発射するのだから、書斎に立てこもってる主人に当たる気遣いはない。敵といえども弾道のあまり遠すぎるのを自覚せんことはないのだけれど、そこが軍略である。旅順の戦争にも、海軍から間接射撃を行って偉大な功を奏したという話であれば、空き地へ転がりをつるボールといえども、相当の効果を収め得ぬことはない。言わんや、 一発を送るたびに総軍力を合わせてわーっと威嚇性大恩賞を出すにおいて親である主人は恐縮の結果として手足に通う血管が収縮せざるを得ない半門の極みそこいらをまごついている血が逆さに昇るはずである敵の計りごとはなかなか巧妙と言うてよろしい昔ギリシャにイスキラスという作家があったそうだ この男は学者作家に共通なる頭を有していたという我が輩のいわゆる学者作家に共通なる頭とはハゲという意味であるなぜ頭がハゲるかといえば頭の栄養不足で毛が成長するほど活気がないからに相違ない学者作家は最も多く頭を使うものであって大概は貧乏に決まっている だから学者作家の頭はみんな栄養不足でみんなハゲているさてイスキラスも作家であるから自然の勢いハゲなくてはならん彼はツルツル善たる金管頭を有しておったところがある日のこと先生霊の頭頭によそ行きも普段着もないから霊の頭に決まってるがその霊の頭を振り立て振り立て 太陽に照らしつけて往来を歩いていた。これが間違いのもとである。ハゲ頭を火に当てて遠方から見ると大変よく光るものだ。高い木には風が当たる。光る頭にも何か当たらなくてはならん。この時イスキラスの頭の上に一羽の鷲が待っていたが見るとどこかで生け捕った1匹の亀を爪の先につかんだままである。 亀、すっぽんなどは美味にそういないがギリシャ時代から固い甲羅をつけているいくら美味でも甲羅付きではどうすることもできんエビの鬼柄焼きはあるが亀の子の甲羅には今でさえないくらいだから当時は無論なかったに決まっているさすがのわしも少々持て余した檻からはるかの下界にピカと光ったものがあるその時わしは閉めたと思った あの光ったものの上へ亀の子を落としたなら甲羅はまさしく砕けるに極まった砕けた後から舞い降りて中身を頂戴すればわけはないそうだそうだと狙いを定めてかの亀の子を高いところから挨拶もなく頭の上へ落としたあいにく作家の頭の方が亀の子より柔らかであったものだからハゲはめちゃめちゃに砕けて 有名なるイスキラスはここに無残の最後を遂げたそれはそうと「ゲしかねるのはわしの了見である」例の頭を作家の頭と知って落としたのかまたは「ハゲイワ」と間違えて落としたものか解決しよう次第でーン館の敵とこのわしとを比較することもできるしまたできなくもなる 主人の頭はイスキラスのそれのごとくまたオレキレキの学者のごとくピカピカ光ってはおらん。しかし六条敷にせよいやしくも書斎と合する一室を控えて居眠りをしながらも難しい書物の上へ顔をかざす以上は学者作家の同類とみなさなければならん。そうすると主人の頭のハゲておらんのはまだハゲるべき資格がないからで。 そのうちに励るだろうとはキンキンこの頭の上に落ちかかるべき運命であろう。してみれば、落雲館の生徒がこの頭をめがけて、例のダムダムガンを集中するのは、策の最も時義に適したものと言わねばならん。もし敵がこの行動を2週間継続するならば、主人の頭は、疫符と反問のため、必ず栄養の不足を訴えて、 金とととも夜ともも夜どうう。ことも変化するだろうなお2週間の砲撃を食らえば金冠は潰れるに相違ない夜冠は盛るに相違ないどうこうならひびが入るに決まっているこの見やすき結果を予想せんであくまで敵と戦闘を継続しようと苦心するのはただ本人たるくしゃみ先生のみである。 ある日の午後吾が輩は例のごとく縁側へ出て昼寝をして虎になった夢を見ていた主人に鶏肉を持ってこいと言うと主人が「へえ」と恐る恐る鶏肉を持って出る「名亭が来たから名亭に「がんが食いたい」「がん鍋へ行ってあつらえてこい」と言うと「株の甲のものと塩せんべいと一緒に召し上がりますとがんの味がいたしますと例のごとくチャラっぽく言うから 大きな口を開いてううとうなって脅かしてやったら、明廷は青くなって、山下のガン鍋は廃業いたしましたが、いかが取り計らいましょうかと言った。それなら牛肉で勘弁するから、早く西川へ行ってロースを一気に取ってこい、早く戦闘機様から食い殺すぞと言ったら、明廷は尻をはしょって駆け出した。我が輩は急に体が大きくなったので、 縁側いっぱいに寝そべって名庭の帰るのを待ち受けているとたちまち内中に響く大きな声がしてせっかくの牛も食わぬ間に夢が覚めて我に帰ったすると今まで恐る恐る我が輩の前に平服していたと思いのほかの主人がいきなり校歌から飛び出してきて我が輩の横っ腹を「いや」というほど蹴ったから「親」と思ううち たちまちま庭桁を突っかけて木戸から回って落雲館の方へかけていく我が輩は虎から急に猫と収縮したのだからなんとなく決まりが悪くもありおかしくもあったが主人のこの剣幕と横腹を蹴られた痛さとで虎のことはすぐ忘れてしまった同時に主人がいよいよ出馬して敵と交戦するな面白いわいと痛いのを我慢して後を慕って裏口へ出た 同時に主人が「ぬすっとー」と怒鳴る声が聞こえる見ると聖望をつけた18区になる屈強なやつが一人四つ目がきを向こうへ乗り越えつつあるいや遅かったと思ううちかの聖望は駆け足の姿勢をとって根拠地の方へいだてんのごとく逃げていく主人は「ぬすっとー」が大いに成功したのでまたも「ぬすっとー」と高く叫びながら追いかけていく しかしかの敵に追いつくためには主人の方で柿を越さなければならん深入りをすれば主人自らが泥棒になるはずである前申すとおり主人は立派なる逆上家であるこう勢いに乗じてヌスッを追いかける以上は風刺自身がヌスッになっても追いかけるつもりと見えて引き返す景色もなく柿の根元まで進んだ 今一歩で彼は盗スッ島の領分に入らなければならんという間際に、敵軍の中から薄い髭を勢いなく生やした将官がのこのこと出馬してきた。二人は柿を境に何か談判している。聞いてみるとこんなつまらない議論である。あれは本校の生徒です。生徒たるべきものがなんで人の邸内へ侵入するのですか。 いや、ボールがつい飛んだものですからなぜ断って取りに来ないのですかこれからよく注意しますそんならよろしい流頭古党の相関があるだろうと予期した交渉は格のごとく三分的なる談判を持って無事に迅速に決了した主人の盛んなるはただ意気込みだけである いいいざととなるといつででもこれでおしまいだ。あたかも我が輩が虎の夢から急に猫に帰ったような感がある我が輩の正事件というのはすなわちこれである正事件を記述した後には順序としてぜひ大事件を話さなければならん主人は座敷の障子を開いて腹ばいになって何か思案している おそらく敵に対して防御策を講じているのだろう「落雲館は授業中と見えて運動場は存外静かである」「ただ校舎の一室で倫理の講義をしているのが手に取るように聞こえる」「朗老たる音声でなかなかうまく述べ立てているのを聞くと全く昨日敵中から出馬して談判の章に当たった将軍である」 で、公徳というものは大切なことであちら行ってみるとフランスでもドイツでもイギリスでもどこへ行ってもこの公徳の行われておらん国はないまたどんな寡頭なものでもこの公徳を重んぜぬものはない悲しいかな我が日本にあってはまだこの点において外国と拮抗することができんのであるで公徳と申すと 何か新しく外国から輸入してきたように考える諸君もあるかもしれんがそう思うのは大なる誤りで赤人も「風刺の道いつもってこれを貫く忠女のみ」と言われたことがあるこの「女と申すのが取りも直さず高徳の出どころである私も人間であるから時には大きな声をして歌など歌ってみたくなることがあるしかし 私が勉強しているときに、隣室のものなどが放火するのを聞くと、どうしても書物の読めぬのが私の性分である。であるからして、自分が投資線でも高声に吟じたら、気分が生成してよかろうと思うときですら、もし自分のように迷惑がある人が隣家に住んでおって、知らず知らずその人の邪魔をするようなことがあってはすまんと思って、そういうときはいつでも控えるのである。こういうわけだから、 諸君もなるべく孝徳を守って卑しくも人の妨害になると思うことは決してやってはならんのである主人は耳を傾けてこの講話を緊張していたがここに至ってにやりと笑ったちょっとこのにやりの意味を説明する必要がある皮肉家がこれを読んだら このにやりのうちには霊標的分子が混じっていると思うだろう。しかし主人は決してそんな人の悪い男ではない。悪いというよりそんなに知恵の発達した男ではない。主人はなぜ笑ったかというと全く嬉しくって笑ったのである。倫理の教師たる者がかように通説なる訓戒を与えるからは、 この後は永久ダムダム弾の乱射を免れるに相違ない当分のうち頭もはげずに済む逆上は一時に治らんでも時期さえ来れば全時回復するだろう濡れ手ぐいをいただいてこたつに当たらなくとも樹か石上を宿としなくとも大丈夫だろうと鑑定したからにやにやと笑ったのである借金は必ず返すものと 20世紀の今日にもやはり正直に考えるほどの主人がこの講話を真面目に聞くのは当然であろうやがて時間が来たと見えて講話はパタリとやんだ他の教室の家業も皆一度に終わったすると今まで室内に密封された800の同盟は時の声を上げて建物を飛び出した その勢いというものは一尺ほどな蜂の巣を叩き落としたごとくである。ぶんぶんワンワン言うて窓から戸口から開きからいやしくも穴の開いてるところなら何の容赦もなく割れがちに飛び出した。これが大事件の発端である。まず蜂の陣立てから説明する。こんな戦争に陣立ても何もあるものかというのは間違っている。 普通の人は戦争とさえ言えば釈迦とか法典とかまた旅順とかその他に戦争はないもののごとくに考えている少ししがかった野蛮人になるとアキリスがヘクトーの死骸を引きずってトロイの城壁を酸素をしたとかエンピと長飛が長半峡に上八の打棒を横たえて曹操の軍100万人をにらめ返したとか大げさなことばかり連想する 連想は当人の随意だがそれ以外の戦争はないものと心得るのは不都合だ太古猛舞の時代にあってこそそんな馬鹿げた戦争も行われたかもしれんしかし太平の今日大日本国帝都の中心において格のごとき野蛮的行動はありうべからざる奇跡に属しているいかに騒動が持ち上がっても交番の焼き討ち以上に出る気遣いはない してみると「画漁窟主人のくしゃみ先生」と「落雲管理800の賢治との戦争は」はまず東京市あって以来の大戦争の一つとして数えてもしかるべきものだサシが遠慮の戦を期するにあたってもまず敵の人生から述べている古来から叙述に巧みなる者は皆この筆法を用いるのが通則になっているだによって 我が輩が蜂の陣立てを話すのも思才なかろうそれでまず蜂の陣立ていかんと見てあると四つ目書きの外側に重列を形作った一体があるこれは主人を戦闘船内に誘致する職務を帯びたものと見える降参しねえかしねえしねえダメだダメだ出てこねえ落ちねえかな落ちねえはずはねえ 吠えてワン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 これから先は渋滞総がかりとなって突貫の声を上げる渋滞を少し右へ離れて運動場の方面には包帯が軽傷の地を締めて陣地を敷いている画漁靴に面して一人の召喚がすりこぎの大きなやつを持って控えるこれと相対して五六軒の間隔を取ってまた一人立つ すりこぎのあとにまた一人これは画漁靴に顔を向けて突っ立っている角のごとく一直線に並んで向かい合っているのが宝手であるある人の説によるとこれはベースボールの練習であって決して戦闘準備ではないそうだ我が輩はベースボールの何者たるを介せぬ紋々感であるしかし聞くところによれば これは米国から輸入された遊戯で今日中学程度以上の学校に行われる運動のうちで最も流行するものだそうだ米国はとっぴなことばかり考え出す国柄であるから包帯と間違えてもしかるべき近所迷惑の遊戯を日本人に教うべくだけそれだけ親切であったかもしれないまた米国人はこれをもって 誠に一種のの運動遊戯と心得ているのだろう。しかし純粋の遊戯でもかようにあたりを驚かすに足る能力を有している以上は使いようで砲撃のようには十分立つ我が輩の目を持って観察したところでは彼らはこの運動術を利用して放火の功を収めんと企てつつあるとしか思われない物は言いようでどうでもなるものだ 事前の名を借りて詐欺を働きインスピレーションと合して逆上を嬉しがるものがある以上は「ベースボールなる遊戯のもとに戦争をなさんとも限らない」。ある人の説明は世間一般のベースボールのことであろう「今我が輩が記述するベースボールはこの特別の場合に限られるベースボール」すなわち「恒常的法術」である。 これからダムダムム弾をを発射すするる方法を紹介する直線に敷かれたる法律の中の一人がダムダム弾を右の手に握ってすりこぎの所有者に放りつけるダムダム弾は何で製造したか局外者にはわからない硬い丸い石の団子のようなものをご丁寧に革でくるんで縫い合わせたものである全申すとおり この弾丸が胞子の一人の手中を離れて風を切って飛んでいくと向こうに立った一人が例のすりこぎをやっと振り上げてこれを叩き返すたまには叩き損なった弾丸が流れてしまうこともあるが大概はポカンと大きな音を立てて跳ね返るその勢いは非常に猛烈なものである神経性い弱なる主人の頭を潰すくらいは容易にできる 宝手はこれだけで事足りるのだがその周囲付近には野じ馬兼遠平が運家のごとく付き添っているポカーンとすりこぎが団子に当たるや否やわあパチパチパチッとわめく手を打つやれやれという当たったろうというこれでも効かねえかという恐れいらねえかという降参かというこれだけならまだしもであるが 叩き返された弾丸は3度に1度必ずオクツ底内へ転がり込むこれが転がり込まなければ攻撃の目的は達せられんのであるダムダム弾は近来諸々で製造するが随分高価なものであるからいかに戦争でもそう十分な供給を仰ぐわけにいかん大抵1体の胞首に1つもしくは2つの割であるポーンとなるたびに この貴重な弾丸を消費するわけにはいかん。そこで彼らは玉拾いと称する人舞台を設けて落弾を拾ってくる落ち場所が良ければ拾うのに骨も折れないが草原とか人の体内へ飛び込むとそうたやすくは戻ってこないだから平成ならなるべく労力を避けるため拾いやすいところへ撃ち落とすはずであるがこの際は反対に出る。 目的が遊戯にあるのではない戦争に損するのだからわざとダムダム弾を主人の邸内に振らせる邸内に振らせる以上は邸内へ入って拾わなければならん邸内に入る最も勘弁な方法は四つ目書きを超えるにある四つ目書きのうちで騒動すれば主人が怒り出さなければならん叱らずんば兜を脱いで降参しなければならん 苦心のあまり、頭がだんだんはげてこなければならん今しも敵軍から打ち出した一団は照準誤たず四つ目垣を通り越して霧の下場をふるい落として第二の城壁すなわち竹垣に命中した随分大きな音であるニュートンの運動率第一に曰くもし 他の力を加うるにあらざればひとたび動き出したる物体は均一の速度をもって直線に動くものとすもしこの律のみによって物体の運動が支配せられるならば主人の頭はこの時にイスキラスと運命を同じくしたであろう幸いにしてニュートンは第一速を定めると同時に第二速も製造してくれたので 主人の頭は危うきうきちに一命を取り留めた運動の第二足に曰く運動の変化は加えられたる力に比例すしかしてその力の働く直線の方向において起こるものとすこれは何のことだか少しく分かりかねるがかのダムダム団が竹垣を突き通して障子を突き破って主人の頭を破壊しなかったところを持ってみると ニュートンのおかげにそういないしばらくすると案のごとく敵は邸内に乗り込んできたものとおぼしく「ここかもっと左の方か」などと棒でもって笹の葉をたたき回る音がする全て敵が主人の邸内へ乗り込んでダムダム弾を拾う場合には必ず特別な大きな声を出すこっそり入ってこっそり拾っては肝心の目的が達せられん。 ダムダム弾は貴重かもしれないが主人にからかうのはダムダム弾以上に大事であるこの時のごときは遠くから弾の所在地ははっきりしている竹垣に当たった音も知っている当たった場所も分かっているしかしてその落ちた地面も心得ているだからおとなしくして拾えばいくらでもおとなしく拾えるライプニッツの定義によると 空間はででききるべ同罪現象の秩序であるイロハニホヘとはいつでも同じ順に現れてくる柳の下には必ず土壌がいるコウモリにユウズキはつきものである垣根にボールは不似合いかもしれぬしかし毎日毎日ボールを人の体内に放り込む者の,の目に映ずる空間は確かにこの配列に慣れている一目見ればすぐわかるわけだ それを格のごとく騒ぎ立てるのは筆記をずるに主人に戦争を挑む策略であるこうなってはいかに消極的なる主人といえども応戦しなければならんさっき座敷のうちから倫理の講義を聞いてニヤニヤしていた主人は奮然として立ち上がった猛然として駆け出した漠然として敵の一人を生け取った。 主人にしては大出来である大出来にはそういないが見ると十四五の子供であるひげの生えている主人の敵として少し不似合いだけれども主人はこれでたくさんだと思ったのだろうわびーるのを無理に引っ張って縁側の前まで連れてきたここにちょっと敵の策略について一言する必要がある敵は主人が昨日の剣幕を見て この様子では今日も必ず自身で出馬するに相違ないと察したその時万一逃げ損じて王像がつらまってはこと面倒になるここは1年生か2年生くらいな子供を玉広にやって危険を避けるに越したことはないよし主人が子供をつらまえてぐずぐず理屈をこね回したって楽雲館の名誉には関係しない こんなものを大人げもなく相手にする主人の恥辱になるばかりだ。敵の考えはこうであった。これが普通の人間の考えで、至極もっともなところである。ただ敵は相手が普通の人間でないということを感情の内に入れるのを忘れたばかりである。主人にこれくらいの常識があれば、昨日だって飛び出しはしない。逆上は。 普通の人間を普通の人間の程度以上に吊るし上げて常識のあるものに非常識を与えるものである。女だの子供だの車引きだの孫だのとそんな見境のあるうちはまだ逆情をもって人に誇るに足らん。主人のごとく相手にならぬ中学1年生を生け取って戦争の人質とするほどの了見でなくては逆情家の仲間入りはできないのである。 かわいそうなのは捕虜である。単に上級生の命令によって玉拾いなる増兵の役を務めたるところ運悪く非常識の敵将逆上の天才に追い詰められて書き越える間もあらばこそ停前に引き据えられた。こうなると敵軍は暗漢と味方の恥辱を見ているわけにいかない。 我も我もと四つ目がきを乗り越して木戸口から邸中に乱れいるその数は約1ダースばかりずらりと主人の前に並んだ大抵は上着も直旗もつけておらん白茶室の腕をまくって腕組みをしたのがあるメンネルの洗いざらしを申し訳に背中だけへ乗せているのがあるそうかと思うと白の保モ面に 黒い縁を取って胸の真ん中に花文字を同じ色に縫い付けた洒落れ者もある。いずれも一期当選の猛将と見えて丹波の国は笹山から夕べ着したてでござると言わぬばかりに黒くたくましく筋肉が発達している。中学などへ入れて学問をさせるのは惜しいものだ。漁師か先導にしたら定めし国家のためになるだろうと思われるくらいである。 彼らは申し合わせたごとく素足に桃引きを高くまくって近火の手伝いにでも行きそうな風景に見える彼らは主人の前に並んだぎり黙念として一言も発しない主人も口を開かないしばらくの間双方ともにらめくらをしている中にちょっと殺気がある貴様らは 盗っ人かと主人は尋問した大起縁である奥歯で噛みつぶした感ん玉が炎となって花の穴から抜けるので小花が著しく怒って見える越後獅子の花は人間が怒った時の格好をかたどって作ったものであろうそれでなくてはあんなに恐ろしくできるものではないい,いえ 泥棒ではありません落雲館の生徒です嘘をつけ落雲館の生徒が無断で人の邸宅に侵入するやつがあるかしかしこの通りちゃんと学校の気憶のついてる帽子をかぶっています偽物だろう落雲館の生徒ならなぜむやみに侵入したボールが飛び込んだものですから なぜボールを飛び込ました。つい飛び込んだんです。けしからんやつだ。以後注意しますから、今度だけ許してください。どこの何者かわからんやつが、柿を越えて邸内に侵入するのを、そうたやすく許されると思うか。それでも、楽運館の生徒に違いないんですから。楽運館の生徒なら、何年生だ。 3年生です。きっとそうかええ主人は奥の方を帰り見ながら「おいこらこら」と言う埼玉生まれのおさんがふすまを開けて「へえ」と顔を出す「楽運ん館行って誰か連れてこい」「誰を連れてまいります?」「誰でもいいから連れてこい」下女は「へえ」と答えたが あまり停禅の光景が妙なのと、使いの趣がはっきりしないのと、さっきからの事件の発展がバカバカしいので、立ちもせず、座りもせず、にやにや笑っている。主人はこれでも大戦争をしているつもりである。逆上的敏腕を大いに振るっているつもりである。しかるところ、自分の召使いたる当然こっちの肩を持つべきものが、 真面目な態度を持ってことに望まんのみか用を言いつけるのを聞きながらニヤニヤ笑っているますます逆上せざるを得ない誰でも構わんから呼んでこいというのにわからんか校長でも幹事でも教頭でもあの校長さんを下女は校長という言葉だけしか知らないのである 校長でも幹事でも教頭でもと言っているのに分からんか誰もおりませんでしたら小遣いでもよろしゅうございますかバカを言え小遣いなどに何がわかるものかここに至って下女もやむをえんと心得たものか「へえ」と言って出て行った使いの主位はやはり飲み込めんのである小遣いでも引っ張ってきはせんかと心配していると 何計らんや例の倫理の先生が表門から乗り込んできた平然と座につくを待ち受けた主人は直ちに談判に取りかかる「ただいま邸内にこの者どもが乱入いたして」と忠臣蔵のような古風な言葉を使ったが「本当に御校の生徒でしょうか」と少々皮肉に語尾を切った。 倫理の先生は別段驚いた様子もなく平気で定前に並んでいる勇士を一通り見回した上元のごとく瞳を主人の方に返して下のごとく答えた「さようみんな学校の生徒でありますこんなことのないように四十訓戒を加えておきますがどうも困ったものでなぜ君らは柿などを乗り越すのか」 さすがに生徒は生徒徒はである。倫理の先生に向かっては一言もないと見えて何とも言うものはないおとなしく庭の隅に固まって羊の群れが雪にあったように控えている玉が入るのも仕方がないでしょうこうして学校の隣に住んでる以上は時々はボールも飛んできましょうしかしあまり乱暴ですからな たとえ柿を乗り越えるにしても知れないようにそっと拾っていくならまだ勘弁の使用もありますがごもっともでよく注意はいたしますが何分他人数のことでよくこれから注意をせんといかんぜもしボールが飛んだら表から回ってお断りをして取らなければいかんいいか広い学校のことですからどうも世話ばかり焼けて仕方がないです で運動は教育上必要なものでありますからどうもこれを禁ずるわけにはまりかねるのでこれを許すとついご迷惑になるようなことができますがこれはぜひご容赦を願いたいと思いますその代わり交互はきっと表門から回ってお断りをいたした上で取らせますからいやそうことが分かればよろしいです弾はいくらお投げになっても差し支えはないです 表から来ててちょっっと断ってくだされば構いません。ではこの生徒はあなたにお引き渡し申しますからお連れ帰りを願いますいやわざわざお呼び立てを申して恐縮ですと主人は例によって例のごとく竜ダビの挨拶をする倫理の先生は丹波の笹山を連れて表門から楽雲館へ引き上げる我が輩のいわゆる大事件は これでひとまず落着を告げた。「何のそれが大事件かと笑うなら笑うがいい。そんな人には大事件でないまでだ。我輩は主人の大事件を移したのでそんな人の大事件を記したのではない。尻が切れて強度の罰採だなどと悪行するものがあるならこれが主人の特色であることを記憶してもらいたい。 主人が滑稽分の材料になるのもまたこの特色に損することを記憶してもらいたい十四五の子供を相手にするのはバカだと言うなら我が輩もバカに相違ないと同意するだから大町桂月は主人を貫いていまだ知恵を免れずと言うている我が輩はすでに小事件を助詞終わり 今また大事件を述べ終わったからこれより大事件の後に起こる余談を描き出して前編の結びをつけるつもりである全て我が輩の書くことは口から出まかせのいい加減と思う読者もあるかもしれないが決してそんな軽率な猫ではない一字一句のうちに宇宙の一大哲理を包含するは無論のこと その一字一句が早々連続すると「守備愛王子前後愛照らして左段千話と思ってうっかりと読んでいたものが忽然ぜ変して容易ならざる方語となるんだから決して寝転んだり足を出して五行ごと一度に読むのだなどという無礼を演じてはいけない劉宗元は寛太子の文を読むごとに正美の水で手を清めたというくらいだから我輩の文に対しても せめて自腹で雑誌を買ってきて友人のおあまりを借りて間に合わすという不始末だけはないことにいたしたいこれから述べるのは我輩自ら「よらん」と合するのだけれどよらんならどうせつまらんに決まっているよまんでもよかろうなどと思うととんだ後悔をするひし姉妹まで精読しなくてはいかん大事件のあった翌日 我が輩はちょっと散歩がしたくなったから表へ出たすると向こう横丁へ曲がろうという角で金田の旦那と鈴木のお父さんがしきりに立ちながら話をしている金田君は車で家へ帰るところ鈴木君は金田くんの留守を訪問して引き返す途中で2人がばったりと出会ったのである近来は金田の邸内も珍しくなくなったから めったにあちらの方角へは足が向かなかったがこうお目にかかってみるとなんとなくお懐かしい鈴木にも久々だからよそながら肺がんの絵を得ておこうこう決心してのそのそご両君の貯立しておられるそば近く歩み寄ってみると自然両君の談話が耳にいるこれは我輩の罪ではない先方が話しているのが悪いのだ 金田君は探偵さえつけて主人の同性をうかがうくらいの程度の良心を有している男だから我が輩が偶然君の談話を拝聴したって怒られる気遣いはあるまいもし怒られたら君は公平という意味をご承知ないのであるとにかく我輩は良君の談話を聞いたのである聞きたくて聞いたのではない 聞きたくもないのに談話の方で我輩の耳の中へ飛び込んできたのであるただいまお宅へ伺いましたところでちょうど良いところでお目にかかりましたと父さんは丁寧に頭をぴょこつかせる「うむそうかえ実はこないだから君にちょっと会いたいと思っていたがねそれは良かった」 へえ、それは好都合でございました。何かご用で。いや何大したことでもないのさ。どうでもいいんだが、君でないとできないことなんだ。私にできることなら何でもやりましょう。どんなことで。ええ、そう。と考えている。なんならご都合の時出直して伺いましょう。いつがよろしゅうございますか。何、そんな大したことじゃないのさ。 それじゃあせっかくだから頼もうかどうかご遠慮なくあの変人ねそら君の旧友さくしゃみとかなんとか言うじゃないかええくしゃみがどうかしましたかい,いえどうもせんがねあの事件以来胸糞が悪くってねごもっともでまったくくしゃみは傲慢ですから 少しは自分の社会上の地位を考えているといいのですけれどもまるで一人天下ですからそこさ金に頭は下げん実業家なんぞとかなんとかいろいろ小生意気なことを言うからそんなら実業家の腕前を見せてやろうと思ってねこないだからだいぶ弱らしているんだがやっぱり頑張っているんだどうも強情なやつだ驚いたよ どうも損徳という観念の乏しいやつですからむやみに痩せ我慢を張るんでしょう昔からああいう癖のある男でつまり自分の損になることに気がつかないんですからどしがたいですはははほんとにどしがたいいろいろ手を変え品を変えてやってみるんだがねとうとうしまいに学校の生徒にやらした <laughs> そいつは妙案ですな効き目がございましたか これにゃあ、奴もだいぶ困ったようだ。もう遠からず落城するに決まっている。そりゃあ結構です。いくら威張っても多勢に無勢ですからな。そうさ、一人じゃ仕方がねえ。それでだいぶ弱ったようだが、まあ、どんな様子か、君に行って見てきてもらおうというのさ。ああ、そうですか。何わけはありません。すぐ行ってみましょう。様子は帰りがけにご放置をいたすことにして。 面白いでしょう、あの頑固なのが意気消沈してるところはきっと見ものですよああそれじゃあ帰りにお寄り待ってるからそれではごめんこむりますおや今度もまた魂胆だなるほど実業家の勢力は偉いものだ石炭の燃え殻のような主人を逆上させるのも 苦悶の結果主人の頭がハエ滑りの難所となるのもその頭がイスキラスと同様の運命に陥るのも皆実業家の勢力である地球が地軸を回転するのは何の作用かわからないが世の中を動かすものは確かに金であるこの金の区力を心得てこの金の意向を自由に発揮するものは 実業家諸君を置いて他に一人もない太陽が無事に東から出て無事に西へ入るのも全く実業家のおかげである今までは分からずやの旧祖代のうちに養われて実業家のご利益を知らなかったのは我ながら不覚であるそれにしてもメーガン・フレイの主人も今度は少し悟らずばなるまい これでも名眼ガン・レイで押し通す了見だと危ない主人の最も貴重する命が危ない彼は鈴木くんに会ってどんな挨拶をするのかしらんその模様で彼の悟り具合もおのずから文明になるぐずぐずしてはおられん猫だって主人のことだから大いに心配になるそうそう鈴木くんをすり抜けてお先へ帰宅する鈴木くんは 相変わらず調子のいい男である今日は金田のことなどはおくびにも出さないしきりに当たり障りのない世間話を面白そうにしている「君少し顔色が悪いようだぜどうかしやせんか別にどこも何ともないさでも青いぜ用心せんといかんよ時効が悪いからね」。 夜は安眠ができるかねうん何か心配でもありゃしないか僕にできることなら何でもするぜ遠慮なく言いたまえ心配って何をい,いえなければいいがもしあればということさ心配が一番毒だからな世の中は笑って面白く暮らすのが得だよどうも君はあまり陰気すぎるようだ 笑うのも毒だからなむやみに笑うと死ぬことがあるぜ冗談言っちゃいけない笑う角には服着たるさ昔ギリシャにクリシッパスという哲学者があったが君は知るまい知らないそれがどうしたのさその男が笑いすぎて死んだんだへえそいつは不思議だね しかしそりゃ昔のことだから。昔だって今だって変わりがあるものか。ロバが銀のどんぶりから一ちく食うのを見て、おかしくてたまらなくってむやみに笑ったんだ。ところがどうしても笑いが止まらない。とうとう笑い死にに死んだんだね。はは、しかしそんなに止めどもなく笑わなくてもいいさ。少し笑う、適宜に。そうするといい心持ちだ。 鈴君がしきりに主人の同性を研究していると表の門がガラガラと開く客来かと思うとそうでないちょっとボールが入りましたから取らしてください下女は台所から「はい」と答える書生は裏手へ回る鈴木は妙な顔をして「何台」と聞く裏の書生がボールを庭へ投げ込んだんだ 裏の書生裏に書生がおるのかい落雲館という学校さああそうか学校かずいぶん想像しいだろうね想像しいのなんのってろくろく勉強もできやしない僕が文部大臣なら早速閉鎖を命じてやるはははだいぶ怒ったね何か尺に触ることでもあるのかいあるののないのって。 朝から晩まで尺に触り続けだそんなに尺に触るならこせばいいじゃないか誰がこすもんか失敬千番な僕に怒ったって仕方がないなに子供だね打っちゃっておけばいいさ君はよかろうが僕はよくない昨日は教師を呼びつけて談判してやったそれは面白かったね 恐れ入ったろう、うんこの時また角口を開けて「ちょっとボールが入りましたから取らしてください」という声がする「いやだいぶ来るじゃないかまたボールだぜ君」うん表から来るように契約したんだなるほどそれであんなに来るんだねそうかわかった何がわかったんだい 何ボールを取りに来る原因がさ今日はこれで16編目だ君うるさくないか来ないようにしたらいいじゃないか来ないようにするったって来るから仕方がないさ仕方がないと言えばそれまでだがそう頑固にしていないでもよかろう。 人間は角があると世の中を転がっていくのが骨が折れて損だよ。丸いものはゴロゴロどこへでも苦なしに行けるが四角なものは転がるに骨が折れるばかりじゃない転がるたびに角が擦れて痛いものだ。どうせ自分一人の世の中じゃなしそう自分の思うように人はならないさ。まあなんだねどうしても金のあるものに盾をついちゃ損だね。 ただ神経ばかり痛めて体は悪くなる、人は褒めてくれず向こうは平気なものさ座って人を使いさえすれば済むんだから多勢に無勢どうせ叶わないのは知れているさ頑固もいいが立て通すつもりでいるうちに自分の勉強に触ったり毎日の業務に範を及ぼしたり都度のつまりが骨折損のくたびれ儲けだからね。 ごめんなさい、今ちょっとボールが飛び出したから裏口へ回って取ってもいいですかそらまた来たぜと鈴木くんは笑っているしっけなと主人は真っ赤になっている鈴木くんはもう対外訪問の意を果たしたと思ったからそれじゃあしっけ血と来た前と帰っていく入れ替わってやってきたのが 天先生である「逆上家が自分で逆上家だと名乗る者は昔から例が少ない。これは少々変だなと悟った時は逆上の峠はもう越している」「主人の逆上は昨日の大事件の際に最高度に達したのであるが断判も流淡ダビたるにかかわらずどうかこうか始末がついたのでその晩書斎でつくづく考えてみると少し変だと気がついた」 もっとも楽運感が変なのか自分が変なのか疑いを損する余地は十分あるが何しろ変に違いないいくら中学校の隣に木を構えたって格のごとく年が年中間借を起こし続けはちと変だと気がついた変であってみればどうかしなければならんどうするったって仕方がない やはり医者の薬でも飲んで、かんの源に賄賂でも使って、いぶするよりほかに道はない。こう悟ったから、平成かかりつけの天城先生を迎えて、診察を受けてみようという了見を起こしたのである。剣か愚か、その辺は別問題として、とにかく自分の逆上に気がついただけは、首相の志、危篤の心へと言わなければならん。 天城先生は例のごとくニコニコと落ち着き払って、どうですという。医者は大抵どうですというに決まってる。我が輩はどうですと言わない医者はどうも信用を置く気にならん。先生、どうもダメですよ。え何そんなことがあるものですか一体医者の薬は効くものでしょうか 天城先生も驚いたがそこは温厚の長者だから別段激した様子もなく「効かんこともないです」と穏やかに答えた「私の胃病なんかいくら薬を飲んでも同じことですね」「決してそんなことはない」「ないですかな少しは良くなりますかな?」と自分の胃のことを人に聞いてみる。 そう、急には治りません。だんだん効きます。今でも元よりだいぶ良くなってます。そうですかな。やはり感んが起こりますか起こりますとも、夢にまで感んを起こします。運動でも少しなさったらいいでしょう。運動すると、なお感んが起こります。天城先生も呆れかえったものと見えて、 どれ一つ拝見しましょうかと診察を始める診察を終わるのを待ちかねた主人は突然大きな声を出して「先生せんだって催眠術の書いてある本を読んだら催眠術を応用して手癖の悪いんだのいろいろな病気だのを治すことができると書いてあったですが本当でしょうか?」と聞くええそういう療法もあります今でもやるんですかええ 催眠術をかけるのは難しいものでしょうか。何、訳はありません。私などもよくかけます。先生もやるんですかええ、一つやってみましょうか。誰でもかからなければならん理屈のものです。あなたさえ良ければかけてみましょう。そいつは面白い。一つかけてください。私も塔からかかってみたいと思ったんです。しかし、かかりきりで目が覚めないと困るな。 何大丈夫ですそれじゃあやりましょう相談はたちまち一結して主人はいよいよ催眠術をかけられることとなった我輩は今までこんなことを見たことがないから心ひそかに喜んでその結果を座敷の隅から拝見する先生はまず主人の目からかけ始めたその方法を見ていると 両目の上まぶたを上から下へと撫でて主人がすでに目を眠っているにもかかわらずしきりに同じ方向へ癖をつけたがっているしばらくすると先生は主人に向かって「こうやってまぶたを撫でているとだんだん目が重たくなるでしょう」と聞いた主人は「なるほど重くなりますな」と答える 先生はなお同じようになでおろしなでおろしだんだん重くなりますよようござんすか?と」という主人もその気になったものか何とも言わずに黙っている同じ摩擦法はまた34分繰り返される最後に天城先生は「さあもう飽きませんぜ」と言われた かわいそうに主人の目はとうとうつぶれてしまったもうあかんのですかええもうあきません主人は黙念として目を眠っている吾が輩は主人がもう目くらになったものと思い込んでしまったしばらくして先生は「開けるなら開いてごらんなさい到底開けないから」と言われるそうですか と言うが早いか主人は普通の通り両目を開いていた主人はニヤニヤ笑いながら「かかりませんな」と言うと天木先生も同じく笑いながら「ええかかりません」と言う催眠術はついに不成功に終わる天木先生も帰るその次に来たのが 主人のうちへこのくらい客の来たことはない。交際の少ない主人のうちにしてはまるで嘘のようである。しかし来たにそういない。しかも賃客が来た。我が輩がこの珍客のことを一言でも記述するのは単に賃客であるがためではない。我が輩は宣告申すとおり大事件の余談を描きつつある。しかしてこの珍客は この余覧を描くにああたって、一からざるる。材料で何という名前かしらんただ顔の長い上にヤギのようなヒゲを生やしている四十前後の男といえばよかろうメイテイの美学者たるに対して我が輩はこの男を哲学者と呼ぶつもりであるなぜ哲学者というと 何も名亭のように自分で振り散らすからではないただ主人と対話する時の様子を拝見しているといかにも哲学者らしく思われるからであるこれも昔の同窓と見えて二人とも応対ぶりはしごく打ち解けたありだうん名亭かあれは池に浮いてる金魚符のようにふわふわしているね。 だって友人を連れて一面識もない家族の門前を通行した時ちょっと寄って茶でも飲んでいこうと言って引っ張り込んだそうだが随分のんきだねそれでどうしたいどうしたか聞いても見なかったがそうさ、まあ天品の基人だろうその代わり考えも何もない全く金魚譜だ鈴木かあれが来るのかいへえ あれは理屈は分からんが世間的には利口な男だ。金時計は下げられるたちだ。しかし奥行きがないから落ち着きがなくてダメだ。円滑円滑というが円滑の意味も何もわかりませんよ。名亭が金魚夫ならあれは藁でくくったこんにゃくだね。ただ悪く滑らかでブルブル震えているばかりだ。 主人はこの危険な比喩を聞いて大いに感心したものらしく久しぶりでハハハと笑った「そんなら君は何だい僕かそうさな僕なんかはまあ自然薯くらいなところだろう長くなって泥の中に埋まってるさ君は始終対然として気楽なようだが羨ましいな」 なに普通の人間と同じようにしているばかりさ別に羨まれるに足るほどのこともないただありがたいことに人を羨む気も起こらんからそれだけいいね会計は近頃豊かかねなに同じことさたるやたらずさしかし食うているから大丈夫驚かないよ僕は不愉快で感んが起こってたまらん どっちを向いても不平ばかりだ。不不平平もいいさ。不平が起こったら起こしてしまえば当分はいい心持ちになれる人間はいろいろだからそう自分のように人にもなれと勧めたってなれるものではない箸は人と同じようにもたんと飯が食いにくいが自分のパンは自分の勝手に着るのが一番都合がいいようだ 上手な仕立て屋で着物をこしらえれば着たてから体に合ったのを持ってくるが下手の仕立て屋にあつらえたら当分は我慢しないとダメさしかし世の中はうまくしたもので着ているうちには洋服の方でこちらの骨格に合わせてくれるから今の世に合うように上等な両親が手際よく産んでくれればそれが幸福なのさしかし出来損なったら世の中に合わないで我慢するか または世の中で合わせるまで辛抱するより他に道はなかろうしかし僕なんかいつまでたっても合いそうにないぜ心細いねあまり合わない背広を無理に着るとほころびる喧嘩をしたり自殺をしたり騒動が起こるんだねしかし君なんかただ面白くないというだけで自殺は無論視野せず 喧嘩だっってやったことはあるまい。まあまあいい方だよところが毎日喧嘩ばかりしてるさ相手が出てこなくても怒っておれば喧嘩だろなるほど一人喧嘩だ面白いやいくらでもやるがいいそれが嫌になったそんならよっさ君の前だが 自分の心がそんなに自由になるものじゃない。まあ全体何がそんなに不平なんだ。い。主人はここにおいて落雲館事件をはじめとして、今戸焼のたぬきからピンスケ記者後、その他あらゆる不平を挙げてとうとうと哲学者の前に述べた,れた。 哲学者先生は黙って聞いていたがようやく口を開いてかように主人に解き出したピンスケや記者語が何を言ったって知らん顔しておればいいじゃないかどうせくだらんのだから中学の生徒なんか構う価値があるものか何妨害になるだって談判しても喧嘩をしてもその妨害は取れんのじゃないか 僕はそういう点になると西洋人より昔の日本人の方がよほど偉いと思う西洋人のやり方は積極的積極的といって近頃だいぶ流行るがあれは大なる欠点を持ってるよ第一積極的と言ったって際限がない話だいつまで積極的にやり通したって満足という域とか完全という境に生けるものじゃない 向こうにヒノキがあるだろうあれが目障りになるから取り払うとその向こうの下宿屋がまた邪魔になる下宿屋を退去させるとその次のうちが尺に触るどこまで行っても際限のない話さ西洋人のやり口はみんなこれさナポレオンでもアレキサンダーでも勝って満足した者は一人もないんだよ人が気に食わん喧嘩をする 法廷へ訴える、法廷で勝つそれで落着と思うのは間違いさ心の落着は死ぬまで焦ったって片付くことがあるものか歌人政治がいかんから大義政体にする大義政体がいかんからまた何かにしたくなる川が生意気だって橋を架ける山が気に食わんといってトンネルを掘る 交通が面倒だと言って鉄道を敷く。それで永久満足ができるものじゃないさればといって人間だものどこまで積極的に害を通すことができるものか西洋の文明は積極的紳士的かもしれないがつまり不満足で一生暮らす人の作った文明さ日本の文明は 自分以外の状態を変化させて満足を求めるのじゃない西洋と大いに違うところは根本的に周囲の境遇は動かすべからざるものという一大過程のもとに発達しているのだ親子の関係が面白くないといって欧州人のようにこの関係を改良して落ち着きを取ろうとするのではない親子の関係は在来のままで到底動かすことができんものとして そのの関係にに安心をを求るるる手段を講ずるにある夫婦君臣の間柄もその通り武士町人の区別もその通り自然そのものを見るのもその通り山があって隣国へ行かれなければ山を崩すという考えを起こす代わりに隣国へ行かんでも困らないという工夫をする山を越さなくとも満足だという心持ちを要請するのだ。 それだから君見たまえ。善家でも儒家でもきっと根本的にこの問題を貫える。いくら自分が偉くても世の中は到底意のごとくなるものではない。落日を巡らすことも鴨川を坂に流すこともできない。ただできるものは自分の心だけだからね。心さえ自由にする修行をしたら 楽運館の生徒がいくら騒いでも平気なものではないか。今ど焼きのたぬきでも構わんでおられそうなものだ。ピンスケなんか愚なこと言ったら、このバカ野郎とすましておれば主催なかろう。何でも昔の坊主は、人に切りつけられたとき、伝行鋭利に春風を切るとかなんとかしゃれたことを言ったという話だぜ。心の修行が積んで、小曲の曲に達すると、 こんな冷酷な作用ができるのじゃないかしら僕なんかそんな難しいことはわからないがとにかく西洋人風の積極主義ばかりがいいと思うのは少々誤っているようだ現に君がいくら積極主義に働いたって生徒が君を冷やかしに来るのをどうすることもできないじゃないか君の権力であの学校を閉鎖するかまたは先方が警察に訴えるだけの悪いことをやれば格別だが さもない以上はどんなに積極的に出たって勝てっこないよ。もし積極的に出るとすれば金の問題になる。多税に無税の問題になる。還元すると君が金持ちに頭を下げなければならんということになる。衆を頼む子供に恐れ入らなければならんということになる。君のような貧乏人でしかもたった一人で積極的に喧嘩をしようというのがそもそも君の不平の種さ。 どうだい分かったかい主人は分かったとも分からないとも言わずに聞いていた賃客が帰った後で書斎へ入って書物も読まずに何か考えていた鈴木のお父さんは金とトに従えと主人に教えたのである 天城先生は催眠術で神経を鎮めろと助言したのである最後の珍客は消極的の収容で安心を得ろと説法したのである主人がいずれを選ぶかは主人の随意であるただこのままでは通されないに決まっている